えー、21世紀夢のンチャンネル今日はあ大女優さんまあ自由と書いて女優と読ましている、はいえー、泉ひなさんにおいでいでたただきました、えー、今日はあひなさんがいろいろなことをですね、えー、悩みや壁にぶつかった時にどう変化して自分の幸せに変えるかっていうようなことを何回かに分けてひなさんのつまずいたり 壁にぶつかったりした時のことをこれから聞いていこうと思いますが、<laughs> そのどんな壁で、えー、それをどんな風にまあクリアしてきたかっていうことをお願いしたいんですけど、よろしくお願いいたします。お願いします。大自由の泉ひなです。<laughs> はい、壁っていろいろあると思うんですけど、はい、うん、壁を食べちゃうっていう時と、はい、あの。 こ乗り越えるんじゃなくって、うん、食べて、それを。美味しく。しく楽しく。ネタにする時。もあれば。うん、うん。いろんな壁がありますけれども。泥まみれになって、壁にこう終わるようになる時もあるでしょとか、うん、うん。あとはもう。美味しいケーキにできずばっかりじゃないよね。うん、でもそれを。あの。あ 私はひなちゃんのことを、うん、まあハッピーメーカー幸せを作る人あるいはハッピーチェンジャー要するに幸せに変えることできる人っていうような感じで見ております。うん、だかから <laughs> なんかね結構その壁って例えば あ自分で作っちゃうこともあるし、うん、相手に作られてしまうこともあるしそ,、ね、その状況がそういう壁を作ることもある、はい、いろんなパターンがあると思うんですけど、うん、あの例えば私自分自身あの、えー、と女優は無理だって言われた話をご存知だと思うんですけどはい、はい、前にも話したのでで。 あなたは女優は無理って言われたんだけれどもあのまあいろいろ演劇やっててあの女優さんですってで紹介されるようになった時に「あれ私女優なの?」って。でよくよく考えたら女優って資格がない仕事で自分が言えばなるんだっていう俳優ですとか、うん、女優です、うん、役者ですって自分で 決められる職業じゃないですか、はい、誰かに試験を受けて「はい合格あなたは女優です」っていうわけではない、うん、で,あので言ってみればそのなんか仕事をしてないにしても女優ですって言った時に「うん、あそうですか」って言われたらもう女優なんですよね。<laughs> うん、でそれなのに私はできないって「あなたは女優は無理」って言われたことがあったあとは「 あ,のえっと、あなたは「主役はできないタイプね」って昔言われたんですよ。だけれどあの一人芝居したらどれだけや <laughs> 脇役やっても主役って言われちゃうよねって思った時にこれって何かなってできないっていうことを決められるんだけどあのできないことないじゃないかっていうのがあって。 例えば映画作りたいんだけどお金ないんだよねいや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 お金なくても作れるでしょうってあのない中で作れるじゃないですか、うん、じゃあスマホで撮ればいいじゃないですか映画、うんうん、ないんだったらじゃスマホがないんだったら、うん、何かで絵であの作れるじゃないですかアニメーションだったりキャスティングできなかったらあの人形劇だってできるしなんか。 例えばパッピーランド作りたいでも予算がないんだよねいやファッピーランドゼロ円でできる <laughs> 実は <laughs> あのこの世界あのないところに結局その自分が想像できて相手が想像できて、はい、ゼロ円でその世界を作り出すことはできる。でだからできないことって何一つないんだっていうところが 私の中にはあるので、そごですね。うん、大きなゼロから一を生むか生まないゼロからマイナスになる人は多いんだけど、ゼロから一を生み出す力があるんですね。うんうん、ないところから何かを生み出すんですからね。うん、だから、うん、そのできないって言われると燃えちゃう自分がいるのかなと思って、から。 自分もできないっていうことはないしだから何かに何あの依頼されていやそれは私にはあのできないっていうことを言わないようにあの心がけてるんですけど例えばそれが例えば何かお仕事の依頼を受けてこれは私がやるより 違う人がやった方が絶対クオリティ上がるしいいだろうなって思うことでもうんと自分があの引き受けて挑戦してみたりとか、うん、あとは自分に依頼が来て、えっと、これは逆にやればご迷惑がかかるなとか、うん、あとはうん私はやったことがないからこれはできないなって思っても。 できなないと言わずになんかこう全部はったりでも引き受けちゃうっていうところがあって、うん、なので例えば昔ダンスの振り付けをやってたんですよね、はい、であのあの横浜ジルバの,あの振り付けやってって言われて横浜ジルバをやったことがなかったんですけど<ー>で,でギャランティー3万円あげる って言われて、うん、その3万円持って横浜ジルバを3万円払って <laughs> 習ってそれで振り付けたっていうこともあったりとか、うんうん、あとあのなんかこれを <laughs>、うん、じゃあ3万円でこの仕事やってって言って、うん、私はできない。 結局できなくってそのまま3万円払って誰かにやってもらったこともあったんですけど <laughs> <laughs> そういうこともあったんですけど、うん、自分の中で「できない」は言わないようにしてるんですがただうい全部言わないかって言ったら言う時もあるんですけどそれはうん自分の何ていうか。 なんか例えば、はい、ボランティアに関してなんですけど、はい、お仕事でもあのお金ないんだけどやってほしいって言われることもあるんですよ。はい、で私の中ではなんかこう決めてることがあってあのお金なくてやるんだったら頑張らせてっていうことなんですけど、うん、その作品に口を出すって。 一緒にその作品を作り上げていきたいから、うん、あの私も一緒にその相談させてほしい例えばあのお芝居だったら脚本のことで、うん、もっとこういうふうに私は演じたいとか、うん、この役をど,どうした方がいいとかやりながらだったらボランティアをします。で ギャラをいただける、うん、お仕事だったら言われた通りに、うん、あのしますっていう形で決めているので、うん、なんかそ,そこの条件っていうのは自分の中で切り分けてるんですけど、うん、要するにひなさんのその辞書にはできないという言葉は載ってないわけだね。できないより、うん、あ一瞬思いますあ無理だって。だけど やる方法を考えてます。できないという言葉あるいは辞書はえひなさん辞書には載ってないだからできないんじゃなくてどうやるかを考えるきっかけをまずもらったと思って始めるわけですね。うん、で、えっと、明らかにその依頼されて、うん、あの物理的に難しいこととか やったら絶対失敗するだろうなっていうのが、うん、あの、うん、分かる時もあるんですよね。うん、でもそういう時にも失敗を見せた方が、うん、あのいいのかなって思っちゃったりとか、なんかぜそうですねそういうと。 悩むところもありますけど、うん、そうだよね、うん、人間だもね、うんねそれから今日小学生か中学生、あのー、いじめやなんかでとかあるいは高校生のあたりっていうのが多感な時だから、うんうん、そういう時にあのひなちゃんもきっと何か壁にぶつかったことあると思いますけれどもそういう時のおどんなことがあったかと乗り越えた方法を教えてくださいそういう時のありますか そののあ,あのー、すぐ気づく時と遠い未来に気づく時といろいろあるんですけど、うんうん、そうですねすごく難しいんですよねこれっていうのは。私がすごく挫折した時に私はどこへ行ったらいいのか あのすごく途方に暮れてたことがあって、うん、でうんこの人に相談してみようって思って相談した時に「はい、そんなのみんなわかんないわよ」って言われたんですよね。<ー>それがすすっごいショックだったんですよ、うんでよなんか 自分が勇気を振り絞って悩みを打ち明けたのになんか見捨てられたような感じの答えが返ってきてしかもすごくこの人になんか救われたいっていう思いで聞いたのに、うん、なんかその答えがすごいショックででそこで「あの」 絶対立ち上がって、もしあの私のようななんか悩んでいる人がいたら、私はちゃんと導いてあげる人になろうって思ったんですよ。うん、ところが、あの自分が立ち上がって見たときに、はい、あの私だって誰もわかんないわよって言った言葉がどれほど、うんうん、あのありがたい言葉だったかっていうのを。うん 後から後から分かって、うん、そうだなってここで答えを言われても、うん、多分それが答えではなくて、うん、やっぱり自分の中で気づかないと、うん、自分は救われないんだなっていう、うん、だから私がどんなアドバイスを言ったところで、うん、本当の答えは自分の中にしかないことだから、うん、それがあの後から分かって、うん るうん、なのでその時にありがたい言葉と、うん、後からありがたい言葉ってあるので簡単にはの言えないんですけど、うん、しかも無対象のね、うん、あの聞いている方々になんかこれが乗り越える力だっていうのは言えないんですけどでも、ま、私自身のことで。 言うと、うん、あの死にたいと思ったことはないんですが、私は。うんうん、私もないですね。うん、あのあ一回あるからあ死にたいというのは、あれどういう心理現象だかわかんないけど、そうなんでして上登りついたときになんであんな気持ちが出てきたかわかんない。行きたいと思っていたその反動からもしないけどそういう一兆ありましたね。うん、不思議だ。その。 今の俺の心境はなんでこんな不思議なことが起きてるかって自分で自分の冷静に認めたけどであこれは反動だなと思ったんですけどそれ以外はないですね。うん。うん生きたい思いから死にたいに変わった。うんだからあのとにかく行きたいとにかく生きるぞという気持ちでそしてもうダメだったのが生き生きる。 機械がが上上まででれたんですねその時になぜか知らないけど「はあ」って思ってこうもう体投げ出すようにこの草むらに転がったんだけどその後なんか変な自殺願望みたいなちょ,ちょっと出てきたのはこれいかんと思ったけどもうんなぜこんなそんな時にそんな気持ちが出てきたかわかんないあれほど生きるためにどうしたらいいかって 考えて考えて考えてねそんでも生きる方法はないと思ったのにもかかわらずそれで生きられたのにねうん、うん、あの時のだから脳がどういう作用したのかちょっと分かんないんですけど、うん、不思議な現象でしたうんほん本当にね、うん、自分の考えとは違うところで脳って動くもの その時にね、うん、俺はそんな考えするわけないのにどうしてと思って自分を、うん、疑った。うん、私もなんかあのそう死にたいはないんですけどあの死んでもいいやって思ったことはありました。 でもそれは生きたいと思ってるからもうダメ元でも死んでもいいやと思う、うん、なんか命がけってこういうことかなと思ったんですけど、うん、うんだからうその時にでもあの死んでもいいやって思えたら何も怖いものないんだなって、うん、どうなっても、うん、だから。うん うん、誰にど,どれだけたぶんかれてもどんだけ傷つけられても,、うん、もう死んでもいいやと思ってる時って何にも怖くないし何にもそういいの死ぬ気でやってるからっていう時はありましたけど、うん、そしたら、うん、その後にすごいなんか救われたことがあって。うん なるほど。うん、ありましたね。それは、うん、あの年齢的には低い時ですか？あ、えっ、ー、とそうでもないです。ですね、<laughs> この十年のうちにあったことなんですけど。最近のことなんですか？うん。まずいです。いやあのいろいろのねあの進行舐めてきたひなちゃんだから。 最近そんなことはないだろうと思ったら意外なところであの例えばあのさっきのお「分かんないわよ」って言われた時のおそういう時にはあのー、まあ後で分かったんだろうけど後でじゃなくてその時に、あのー、こういう場合にはどうしたらいいかって考えて自分で解決しなきゃいけないんだって。 自分が納得できるまでに時間がかかったと思うけどどんな思いで揺れてましたあそうですねえっとその時えっと一番自分の中の感情の問題では、うん、嫉妬心がすごく溢れてたんですがその嫉妬っていうのは あのすごい偏った嫉妬で、うん、あのすっごいまじ真面目だったんですね私、うんうん、それであの練習することへの嫉妬で、うん、あの私より多く練習してほしくないっていう嫉妬なんですよ、うん、だからあのなんか練習マニアみたいな、うん、感じで。うん いろんんな練習を一生懸命頑張ってたんですよ、ねうん、で、この嫉妬心をなくしたいって思って、うん、でそこから「あなんか比べない世界がある」って思って、うん、その比べない世界っていうのは人と違うことをしようっていう、うんうん、なんかいろいろ発想を真逆に持ってったりとか。うん 人がやらないだろうなっていうことをどんどん見つけてはやっていったりとか、うん、オンリーワンの、うん、仕事を見つけるとそこに入っていったりとかあとあのもう変わってるとか、うん、あの変人とか <laughs> 宇宙人だね不思議ちゃんだねって言われると。 それそれって私が目指しているところみたいな感じで、うんうん、おかしな人おかしな人って言われるのも喜んでたし、うん、とにかく、うん、自分がなんか変わり者でいれば嫉妬がなくなるっていうのがあったんですよね。うんうんうん、ねでも今のそのお比べないいっていうこことがね多くの場合にこれ あの自分もそうだけど自分を例えば私が子供で他の子供と比べたりとか自分自身を他で比べたりすることっていうのは人間多くあってそれから嫉妬や妬みやそのまああんまり人間に欲しくないような感情も出てきたりするじゃないですかそういうものっていうのは人間がその全て同じじゃないんですから比較しない。 っていうことはすごいいいろろなものは比較するっていうのは一部で比較するから比較になるんだけど全体的に見たら違うんだから、うん、そのことをね、えー、まあいろいろな言い方があると思うんですけど比較しない要するに人と比べるからいろいろ問題出てくるんだけど 比べないで自分は自分の道を行くっていうその自分は自分の道を行くってところにこうたどり着いた時にはあの人間結構多くの問題解決の一つになるんじゃないですかね。うんうん、あのそう比べないっていうところから、うん、なんかあのずっとは,はあの走り続けてなんか。 自分の周りとか自分と出会った人はみんななんか、あのー、個性が、うん、あの結構輝いていてみんな違うから比べようがないっていうところがあって、うん、実はあのー、その、あのー、比べられない世界に私がいたつもりがあの本当になんか 元からそうなんだよって、うん、元から比べられない世界なんだけど、うん、私が何かこう一生懸命くら比べられない世界って選んでなんかそういうところにいたけどってなのかもしれないんだけどでもあの、まあ、とりあえず私がいあの生きている自分の周りは誰一人比べようがない人たちばっかりででも、うん、それが。 自然となんていうかあの同じその地球上で比べる世界もあるのかもしれないっては私は思ってて、うん、その今自分がいる環境すべてが比べられない世界で、うんうん、であそこにいるんじゃないかなって。あの大本の比べるっていうことがね いいいいろろな悩みや問題を引き起ここしてるっていうことあるととううあ思んですよね例えば親が子供を他の子と比べる時学問であの成績の良さ悪さでね比べるから非常に子供の心を傷つくような怒り方もしたりなんだりするじゃないですか、うん、そういうこととか自分も他の人と比べられたら嫌なもんなのにねそういうこと平気でやってしまうそういうことがねこのお多くの そのまあ人を傷つけたりまあ問題を起こしたりそれからその人生を変えてしまったりというようなことが起こるきっかけになっていることって多いと思うんでまずあの私は親にお願いしたことは自分の子どもっていうのはそれぞれその人にしかないいいとこもあるしだから成績だけで比べるっていうことはやめてほしいなとそうすると子どもも伸び伸び できるんじゃないかなと思うんですね、うん、いとこ多いに褒めていいけども人と比べないっていうことが大事じゃないかなと思うんですよねあのー、まあ実際ねあの本当はし来た先生みたいにね、うん、あのー、悪かったところからそれが引き金になってもうビューンって飛び上がっちゃう先生もいるいらっしゃいますし、うん、あとはそのううん、うんは そう,そ,うそういうのもあるし、うん、で言ってみれば春るさんもそのその健康チームって、うん、<laughs> やっぱり体が不健康より健康の方がいいよねって言ってなんかそう言ってるんだけど不健康チームっていうのがもしできてて。うん 不健康推進みたいな、うん、みんな不健康になろうぜっていうのがどういいのか分かんないですけど、うん、不健康の良さっていうのが、うん、<laughs> あって、うん、なんか健康チームと不健康チームっていうのが、うん、もしこうあると比べますよねそういう場合でも例えば鷲北先生もそうだけども自分自身がねその比較するのはいいと思うんですよ。うん ただ他人が人と比較しちゃいけない。だから、うん、あの、健康チーム、不健康チームがあったとしてもね。不健康チームが、言いたいことの中にはいいこ、あの、健康だからこそってこともあると思うんです。だから、何でも、だからこそっていうことがあると思うんですよね。うん、そうですね。これは本当に難しくて。うん、あの、例えば、病気でも、やっぱり生還した人。うん、でも、生還しなかった人もいる場合。うん、あの。こうだから。 生還したって、うん、あんまり訴えると、うん、じゃあいいけないの生還しなきゃいけないのっていうことにもつながったりとか、うん、やっぱりそ,うその言葉で傷つく人もいたりとかそうやって考えるとなんかやっぱりあの今日は節分ですけど「鬼はあそと」じゃなくて「うんうん、服はうち」「鬼も外うち」内<あ>みたいな、うん、なんか。 どっちもうちでっていう話がありましたけど、うん、なんかあのやっぱ比べないっていうためには、うん、比べることともいいと思うんですよね、うん、こう比べたり比較したりすることで頑張れたりとかあの学んだり向上したりっていうこともあると思うんですけどあの悪い部分の良さも、うん、あの気づいていけば多分その。 悲しいい比較にはならならのかなって、うん、からやっぱり落語なんかは、うん、バカな子の方が、うん、あの主役になれるっていうかあのバカじゃないとかわいげがなくて <laughs> バカだから面白くって人に愛されキャラで、うん、なんかそういう物語が成り立ってくるから。うん あの優秀な子ばっかりいたら物語がつまらなくなってしまうっていうのもあるし、うん、確かにね、うん、だからその使い方なんだと思うんですけどもただあの比べるっていうのはそうあさっき言えば成績で比べるっていうのは本人が比べるのはいいけどまああの本人の痛い,いところに触れるんだったら比べない方がいいと思うしあの比べることでねあの今言うようにいいこともあるんですよね、うん。 いいことって自分ににととととっっててててじゃなくて相手にとってねいい、うん、いいことは比べていいと思うんですよ例えばあの私とはあのひなちゃんで比べて私が言う時にねあの「私なんかこんなことはできないけどこの人はこれできるんですよ」っていうそういう比べ方はねいいと思うんですよ。だけどあくまでも自分の得するためにか自分の感情を満足するためにとかそういう比べ方はあの自分がするのはいいけど。 あの他人のことはしない方がいいなと思うそうなんですよね、うん、なんかそういう人い,いるいますけど、うん、俺ってすごいよねとか、うん、なんかあいつよりはいいでしょとか、うん、なんかあのそうそれか、うん、あの面白いなって思うこともあるしあのそれが許されるキャラクターっていうのも、うん いたりとかなんかああそういうのを嫌みなく、うん、なんか愛嬌で言える人ってすごいなって思う、うん、思ったりとか、まあ、いろいろその比べるにもいろんな種類やパターンがあ,、ね、あるんだなって思うんですけど、うん、ただもう、うん、比べてて人を蹴落とすっていうのはねだからあの多分比べる時にね あるいは人の悪口という時にそこに信頼関係があるとねあのこの人はこう言ってるけれども悪い意味で言ってるんじゃないんだっていうね、うん、そういうのが分かるとあるいはこのおバカキャラやっても何キャラやっても人に憎まれないっていうようなね、うん、あれっていうのはそういうのがねそのかなあと悪意はないだろうけど、うん。 傷つけてる人もいますんか多分、うん、そうは思ってないんだろうけど、うん、これてそういうのもね、うん、いろいろ日常ありますけどでもそう、うん、だから今言われるようなことっていうのはねあの同じことでもお害される人害されない人がいたりするし、うん、だからその人の置き,き方って非常に大変だあ難しいんで。 我々あの人付き合いのもことで言えばそういうのが難しいことなんだと思うけどもただ言えることは相手にとって嫌だなとか相手をけなすとかっていうのがその悪意であったりその自分を引き立てるためであったりする時には嫌だなと思われると思うんですよ。<ー>うん、だからそれがねねでもね、うん、本当に 分かってないっていうパターンがいっぱいまま、ねうん、見てるので、だから難しいんですよね。難しいですね。この人にこう言ってもいいけど、この人にはこう言っちゃいけないとかありますもんね。ありますよね。うん、だからあのー、人間関係が難しさっていうのはそういうところに出てくると思うんです。すごく気にすることだったら褒めたってそれをね、あいつは褒めただけど本当は違うんだよとかね、あの疑い深い人はそういうふうに見るじゃないですか。だからあのー。 非常に難しいっていうのはそういうとこあるからあまり難しく考える人のそばではあんまり言葉を私は発しないようにしてるんですけども、うん、<laughs> でもその調子に乗って言ってしまうと人を傷つけてしまうこともあるんですよね。私のうちのう両親が、うん、なんか父は 母を好きだったけど、うん、でもその愛情が伝わんなくってはた、うん、から子供から見てると本当に不器用な父だなって思ってたりとか、うんうん、なんかそういう母はもうすごく父が怖くって、うん、あのすごく避けているけど、うん、でもなんかその父って別にその 恐怖を与えてるわけじゃなくて、うん、その出し方が情熱があってそれがきつくなっちゃってたりとか、うん、そういうのをなんかみ見てると、まあ、人間関係もそう、うんうん、うまくいかないところってあ,あるなとかすごいこうタイミングがどんどん仲が悪くなるこうタイミングなんだよなとかそういうのただ私がなんか あの人間関係で、うん、あの悩んでた時になかなかこうスタッフがうまくいかなくって衝突し合ってたりしたんですけど、うん、それの原因っていうのは必ずこうやっぱり関わってる自分があるんだろうなっていうのが分かって何、うん、かあのなんていうかその。 例えばスタッフ同士で喧嘩してて別に私には被害はないんですけど、うん、関係ないと思ってたら、うん、あ,のある方に「あ,のあなたがそそのちゃんと感謝を伝えているか」って言われて、うん、でもう一度その感謝していることをどう感謝しているのかっていうのを具体的に書き出して。うん あの書いたんですよその関わってる人たちにうん、うん、そしたらすごくあのよくなって、うん、あそっかと思ってからもし周りでなんかこう人間関係がうまくいってない人たちが周りにいたとしたら、うん、自分がそのうまくいってない人たちに感謝のお手紙を書いてみると。あの すごくよくなるんだなっていうのはすごく自分でおまじないのように思い出して、うんうん、なるほど、うん、出ますから、うんうん、あのえー、とまあ雛さんの言った中でねな、まあ、さんはなさんの辞書にはできないということはないと。それから 何か悩んだりするときに比較が問題になっていることがあるからそれはいいいい意味でで比較はしししないようにしましょうというにまょととこすね今日はちょっと話題が少し視界の,の方が悪いもんだからずれてるかもしれませんけれどもおこのおひなちゃんの独特な解決方法っていうのがあのこれから聞けると思いますので。 えー、何回かに分けてひなちゃんのその問題壁をスルーする方法をですね、えー、聞いていきたいと思います今日はあここで終わっときたいと思いますけどもひなちゃんどうもありがとうございました <laughs> ありがとうございました <laughs> なんかあのあ,あそっかちょっとでもできないことはないって言ったけど。うん うん、あ,あるなあっていうの。うん、それは人間だからあるよ。私名古屋住民の将来とそれから観光客が来て楽しめる場所になると思います。もう一つの夢は、例えば人生をですね、えー、豊かにする。 最後の夕方ではないでしょうかね。星野さんが、ページを終わられてやってらっしゃいました。私はこの二つの夢が。実現することを期待して、そして今。高階村の。あの宣伝をしていただきまして、原田大二郎ということ。どうも、おめでとうごおめでとうございます。